映画胸が鳴るのは君のせい、長谷部真由役を演じさせていただきました荒菜々子です。そうですね、真由ちゃんは本当に、弱い子だなと思います。あの寂しいとか愛されたいっていう気持ちがすごく強い女の子で、でもだからこそその相手を試すような行動をとってしまったりとか、信じられなくなってしまうっていうのは結構共感できる女の子なんじゃないかなっていうふうに思いました。あの司ちゃんの純度 100% のまっすぐな好きっていうのはすごく憧れるけど、意外とまゆちゃんに共感できる人も多いんじゃないかなっていうふうに私自身原作も読ませていただいて思いました。そうですね、あのひたすらに司ちゃんが羨ましいなと思いました。あのなんだろう、こんなに自分のことをやっぱり考えてしまう、どうしてもなんだろう、認めてほしいとか愛してもらいたい、何々してほしいっていうのがまゆちゃんは強いのに、司はしてあげたいっていう気持ちがすごく大きくて、なんだろう、そういうふうにまっすぐ隼人くんのことを好きでいれる司にすごく嫉妬もあり憧れみたいなのは強く感じました。いやでも意地悪をしてしまうのも、隼人くんが好きっていう気持ちももちろんあると思うんですけど、多分依存みたいな気持ちも絶対あるなっていうふうに思うんです。なんか司ちゃんは本当に相手のことを考えてるけど、まゆちゃんの中ではなんだろうな、そういう承認欲求みたいなのがやっぱり混ざってると思うから、すごく羨ましいんだろうなっていうのは思いました。私自身も原作読ませていただいた時に、司ちゃんに憧れてまゆちゃんに共感するみたいな、気持ちだったので女の子やっぱり多いんじゃないかなと思います。やっぱり司ちゃんには憧れるし、そういう子応援したいけど、なんか自分に置き換えてみた時に、司ちゃんみたいにまっすぐなんだろう好きでいられるのかっていうのは考えちゃいますね。だって勝てないですもん、あんなにまっすぐな子がいたら、もう何をもってしても絶対に勝ち目ないじゃないですか。だから、ね、もうひたすらに羨ましかったんだと思います。その司ちゃんのそういう部分が妬ましいし羨ましいしかっこいいなって思ってるからこそのなんだろう行動だったのかなっていうふうに思います。まゆちゃんにこんなに幸せになってほしいっていう風に、なんだろう、少女漫画のヒロインの恋敵役にこんなにあちゃんと幸せになってねって思えたことないんじゃないかなっていうくらい、それくらいすごく魅力的に描かれてたので、なんだろうな、やっぱり恋っていいなって思います。片思い実らなかったとしても、なんだろうな、まゆちゃんにも絶対に明るい未来があるだろうなっていう描かれ方をしてたので、なんかそこは救われましたやっぱり嫌な女の子ってだけには見せたくないなと思って、原作を読んでまゆちゃん の, 魅力的な部分を絶対に潰したくないなと思ってたので、家庭環境とか、そのだろうな、有馬くんとの楽しかった思い出とか、学校で友達に見せる顔と親に見せる顔と、あと隼人くんに見せる顔っていうのは全部違うだろうし、一人でどういう一日を過ごしてるのかなとか、あとはそのお父さんの女の人のなんか甘ったるい香水の香るリビングで一人でご飯を食べてるのかなとか、そういうなんだろう、こうかもしれないっていう思い出をたくさん作って自分の中に落とし込んで根っこを固めてからキャラクターなんか見せ方を考えるっていう作業に移って、キャラクターを肉付けしてっていう感じで役作りしました。そうですね、でもキャラクターちゃんと原作のある作品なので、まゆちゃんっていうキャラクターを見せなきゃいけないっていう風になった時に、今までとはやっぱり演じ方が相当違って、なんか今までは
主観だけで感情中心のお芝居をしてたのが、あの客観的な目線をすごく今回は使って、どうしたらまゆちゃんっぽく見えるかなとか、女の子のあざとさだったりとか意地の悪さみたいなのは、なんか目線一つとっても遊べる役だなと思ったので、すごく楽しかったんですけど、やっぱり難しかったですね。どれくらいやればどのくらい映るのかっていうのが全くやったことがなかったので本当に分からなくて、でいっぱい台本にこうやりたいみたいな案を本当にたくさん考えて、ドライではそれをやりすぎなくらいでやって、そこから監督がちょっと怖いよっていうのがあったら引いていくっていう引き算的な感じでやってきました。なんか監督がちゃんとまゆちゃんを魅力的なキャラクターに見せるために、絶対に私がやりすぎたら止めてくれるっていう安心感があったので、私はもうひたすらもう思い残すことなく思いっきりやっただけなので、はい、塩梅ですよね。なんか嫌な子っていう風にも振り切りたくないし、なんだろう、ちゃんとまゆちゃんなりのなんだろうな、気持ちとか葛藤があった上での行動だから、ただただ嫌なやつっていうだけには見せたくないので、そこはすごく気をつけました。あの司ちゃんと同じ恋する女の子っていうことに変わりはないので、はい、なんかこれといってここがすごく似てるみたいなところはないんですけど、やっぱりなんか根底の寂しさとか孤独感っていうのは、どちらかというと司よりもまゆちゃんの方に共感しやすいかなと思います。なんだろう、誰しも思ってるものだと思うので、そこのなんか人間味のあるところが共感できるポイントでもあり、あのまゆちゃんの魅力だと思います。なんだろう、自分の中でも結構作って本読みに挑んだので、現場でなんだろう、すごくお話し合いをさせていただいたみたいなことはなかったですね。あのでも本読みの時に、あの結構まゆちゃん迫力あるねっていうことは言われて、あのもうちょっとなんだろう、抑えようっていうことにはなったので、本番までに自分の中であの組み立て直して、あのドライで思いっきりやって、そこから監督に弾いてもらうっていうやり方がいいかなと思って、はい、あのまゆちゃんだけ一人違う学校で異質な感じが漂ってる子なので、あまり自分から積極的に輪の中には入らないように我慢しました。寂しいですね。本当に同年代の方が多くて、本当に皆さん素敵な方だったので、たくさん話しかけてくださって、もちろん話すんですけどっていうのだったので、もうなんかすごいいいな、羨ましいなって思いながら見てました。でもなんかそれがちゃんと映像に出てたのでよかったなと思います。そうですね、もともとはでも私が人見知りっていうのもあるんですけどもともと全然人見知りだっていうのもあるんですけど、でも板垣さんは本当にあの初日からあの本当にいろいろお話ししてくださって、本当に皆さんいい方で、あのマックのナゲットとかを買ってきてくださっていただきました。美味しかったです師匠を見て本当にすごくいいなと思って、やっぱ声のトーンとかいいですよね、すごいなと思いました。あの学校のシーンも本当に、あなんで同じ学校じゃないんだまゆちゃんって思うくらいご一緒したかったですね。本当に間近で勉強させていただきたかったです。でも本当にあのこの作品の座長として本当にあのみんなを引っ張ってくださって、現場の雰囲気も秘書さんがあのいらっしゃると明るくなるみたいな、そのこの撮影現場の雰囲気とか作品の雰囲気を作ってくださってたのは秘書さんだったので、本当にあのなんだろう、そういう気遣いのできるところとかそういうのは本当に有馬くんにぴったりだなっていうふうに思ってたのでよかったです。本当にまっすぐな女の子でこんな風になりたいっていうふうに思わせてくれる司ちゃんで、あの1対1のお芝居のシーン、あそこであの私の一部なんだよっていう風
きながら本番お芝居されてた時に、私も眉としてすごく感情を揺さぶられたので、なんだろう、本当に白石さんの演じる司のひたむきな可愛さっていうのは白石さんにしかできない司なんだろうなと思って、すごいなと思いました。一緒にお芝居できてよかったなっていうふうに思います。1対1のシーンは原作でもすごく好きなシーンで、撮影前から楽しみにしてたのでできてよかったです。この作品はすごく好きっていう純粋な気持ちがぶつかり合ってて、こんな青春したいっていうふうに思える作品だし、恋愛することに前向きになれるような作品で、司ちゃんのひたむきな姿勢にキュンキュンしていただいて、隼人くん、長谷部くんのキュンキュンポイントもたくさんあるので、こんな状況なんですけど、ぜひ見ていただいて明るい気持ちになっていただければなと、胸を鳴らしていただきたいなと思います。6月4日公開になります。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。